フォルツァ SC 相模原。お願いします。今回のフォルツァ SC 相模原は、今シーズン加入した竹重選手、牧選手のゴールキーパーコンビにインタビューしました。さらに教えて千秋アンバサダーでは、試合会場で聞いたサポーターからの質問を NG なしで答えてもらいましたよ。お楽しみに。フォルツァ SC 相模原をご覧の皆さん、こんにちは、川村美久です。いや、9月になりましたが、リーグ後半戦に向けてまだまだ熱い戦い続きますね。さて、今回のフォルツァ SC 相模原は竹重選手、牧選手にインタビューをします。注目のゴールキーパーコンビですね。さらに教えて千秋アンバサダーのコーナーでは、試合会場に来ていたサポーターの皆さんからの質問を千秋アンバサダーにじゃんじゃん答えてもらいますよ。楽しみですね。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。まずは選手インタビュー。今回インタビューする選手は、竹重明彦です。21番ゴールキーパーです。よろしくお願いします。牧光栄です。背番号34番ゴールキーパーです。お願いします。今季横浜 FC より加入。コーチングで味方を動かし、判断のいいプレーでピンチを防ぐ安定感あふれるストイックゴールキーパー、背番号21竹重明彦選手。福岡大学より加入。184センチ90キロというがっちりした体格でシュートストップが持ち味。スケールの大きなルーキーゴールキーパー、背番号34牧光栄選手です。お二人ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。竹重選手は J1、J2、J3 ともう経験豊富な選手で、で牧選手はもうルーキーということですけども、お二人は仲っていいんですか？はい、めちゃくちゃいいです。あ、めちゃくちゃですか？そんなことないです。あれ、なんか意見が全然違うんですけど、結構ね、お年も離れてますけど、実際どうですか？俺の片思い。ポジションが一緒だとやっぱりこうキーパーについてとか話すんですか？そうですね、いろいろ話します。アドバイスがもらってます。おー、他にもね、アジェノール選手と三浦選手とね、あの4人ゴールキーパーいますけども、4人の中っていうのはどうなんですか？いいですね。4人、はい、いいです。なんかみんなで喋ってますけど、アジェノールがよくふざけてるんで、あ、それでみんなで笑ってることは結構ですけど。おー、じゃあアジェノール選手は結構キャラ濃い感じですか、4人の中では？そうですね。はい、じゃあ竹重選手と牧選手のお互いの印象みたいなのってどうですか？ああいうところはすごい真面目そうで、なんか硬そうだなと思ったんですけど、いや、今はなんか本当後輩とかからもすごいいじられてて、すごいいい味出てます。竹重選手は牧選手のことどういうふうに思われてますか？いや、最初来た時は一貫でちょっと太ってたんで、はい、今でこそちょっとマシになった。この一瞬でガリンガリンになりましたけど、ノリいいですね。もう最初からこんな感じですか、牧選手は？そうですね、最近ちょっと徐々に自分を出してきてる感じですね。あー、よかったです。リラックスしてきてるんですかね。牧選手から見た竹重選手のここすごいよみたいなのってありますか？はい、練習に対する姿勢。おお、キーパーの技術だったら、キャッチング、クロスボールのハイボールの処理とかもいいですし、判断、助け判断もいいですし、足元の技術もありますし、僕にないものばっかりです。めちゃめちゃあるじゃないですか。では、竹重選手から見た牧選手の注目プレーってどこですかね？まあ、でも最近やっぱ1対1とか強いですね。おお、緊張、はい、パワーがあるってことですか？そうです。おお、すごいアピールしてくるやん。これからの戦いで必要だと思うことは何でしょうか？まあ、粘り強く、まあ、守備のところでやっぱり粘り強く今やってるの、はい、
ちょっと本当にごめんなさい、今結構な真面目系の質問させてもらったんですけど、ちょっと後ろが背景がバーチャルですかね。なんかいました？背景が、あれ見間違いですかね、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いいこと言ってたら、ね、入ってます、搬入してます。星の数数えなくていいです。ちょっとアンバサダーと藤本選手ですかね。ちょっと何やったんでしょうか、ちょっとごめんなさい、もう一度お聞きしてよろしいでしょうか。これからの戦いで必要なことって何でしょうか。いや、まあここ数試合、まあ、粘り強く戦えてるところも、まあ、もちろん、まあ、継続しつつ、まあ、やっぱり自分たちの攻撃の時間っていうのをもっと増やして点を取れるようになっていけば、まあ、いいゲームというか上に上がっていけると思うので、そういうところが大事かなと思います。竹重選手、牧選手のインタビューは番組後半にも。お二人のプライベートに迫ります。いいまだ開けてないです。じゃあちょっと教えて千秋アンバサダー。今回は試合会場で聞いたサポーターからの質問を千秋アンバサダーに答えてもらいます。今回も千秋節炸裂か。千秋アンバサダーお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとなんか痩せました。そうですね、まあまあ5キロぐらい痩せました。おお、結構痩せましたね。引退して9増えたんですけど、今5痩せたんで、今プライオン引退です。プライオンですか。でもこれからね、プラ、まあ、ゼロになる感じもある。そうそう、ここからですね。では早速なんですけども、はい、9日にありましたホームゲームの栃木 SC 戦に来ていたサポーターの皆さんから質問がたくさん届いておりまして、いやありがたいですね。緊張しちゃうな。本当にありがたいんですけども、ちょっとそちらお答えいただけますでしょうか。はい、頑張ります、頑張ります。はい、お願いします。まずはちょっとこちらの VTR をご覧ください。はい、まずはサッカーの技術についての質問です。千秋さんに質問なんですけど、ロングキックのコツとかってありますか。はい、ということで、ロングキックのコツですけども、何かありますか。これなんですかね、僕はね、あのロングキックってしっかり蹴り始めたの多分中学生ぐらいで、それであの一つ上の先輩で、それこそ栃木にいたんですけど、あの上田浩太っていう地元で同じチームの先輩のキックが上手すぎて、ひたすらその同じ形になるように何度も蹴ったっていう覚えはすごいあるんですよ。続いての質問はこちら。どうやったら、シュート力を速くできるか教えてください。やばい、シュート苦手だからな。ちょっと待ってくださいね。シュートの威力ですよね。そうですね、藤本選手。おお、いいんですか。シュート力を速くするにはって、シュートを速くするにはどういったことを意識したらいいですかね。やっぱ軸足をしっかり踏み込むこと、膝から下の振りを速くすること。誰の答えですかそれは。藤本純吾です。藤本純吾認めるんですね。やっぱキックといえばやっぱ藤本純吾だと思うんで、まあ、そこに関しては僕に聞いたらちょっと変な答えになっちゃうかもしれないんで、やっぱあの経験のある藤本選手にやっぱ聞けるときにやっぱ聞けたのは良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では、はい、次の質問こちらです。どうやってリフティング上手くなれるんですか。リフティングか、ちょっと待ってください。お藤本選手、やっぱリフティングのコツってありますか。上手くなる、やっぱあのダイレクトでやるんじゃなくて、落としてもいいから、あのしっかりこううまくここ足のここに当てる練習をしてくださいみたいな雰囲気のニュアンスの藤本純吾さんでした。いや雰囲気のニュアンスっていうか、もうはっきり答えてましたよね。よかった。ちょっと聞こえておりましたけど、ワンバンでもいいからちょっと続ける。ワンバンでもいいし、ツーバンでもいいし、スリーバンでもいいんですか。
3番だとダメみたいなんで、1番か2番でやってくださいと。なるほど、ありがとうございます。では続いては選手たちについてお聞きしたいと思います。優里選手の金髪はなぜあの色にしたのか知りたいです。本当になぜなの？ナンバサダー分かってない。藤本選手全部優里選手のあの髪あれ何ですか？自分でやったみたいですよそうなんですね。綺麗に半分すごい。ちょっとカッコつけたかったんじゃないですか、気分によってですかね。次は藤本選手にまつわる質問です。藤本選手は後輩とどうやってコミュニケーションを取ってますか？いや全く取れてないですよ。あれ、これ本人に聞かなくて大丈夫ですか？藤本選手年下の選手とどうやってコミュニケーション取ってますか？まず情報を得ること。あ、ちゃんと取ろうとはしてるんですね、コミュニケーション。めちゃめちゃおもろい答えきましたね。頭脳派でした、ね、そうですね。続いてはこちらです。選手同士の中裏話があったら教えてください。お願いします。選手同士の裏話か、最近あんま絡んでないからな。藤本選手、何か裏話あります？藤本選手何でもいいじゃん。児玉レオトが梅町選手と同じ部屋なんですけど。あ、はいはい。あ、なんかちょっと児玉選手は梅町との時間がちょっと苦痛になったのか、違う部屋で寝るようになったそうです、ね、もう児玉は気づいたという別々で寝た方がいいということに気づかれたんですね。さて続いてはアンバサダー教えてください。チームの中で一番お茶目なのは誰でしょう？教えて。いやこれね、あの本当に意外とですけど、本当に藤本選手結構ベテラン系多いんですよ、お茶目。まあ、鎌田二郎、藤本純吾あたりじゃないですか。おお、ありがとうございます。続いてはこちらです。千秋さんだけが知っている、多田選手の秘密があれば教えてください。俺だけが知っていることはまずないですね。まあ、秘密はないけど、あいつは熱い男だっていうのは分かってます。おお、やっぱ去年からの既存の選手で、やっぱあの J3 優勝経験して、チームがどんな状況でも声をかけられるような熱い魂を持った男はやっぱタダしかいないっていうのは思ってるんで、まあ俺は結構大事な時でタダに声かけて頼むなっていうのは伝えるようにしてます。ありがとうございます。ちょっと良かった話だね今。はい、すごい素敵な。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではここからはチームについてお聞きしたいと思います。はい、こちらご覧ください。今年のチーム得点は誰になるか予想教えてください。監督じゃないですか。得点王も一番点取れそうな気しますけどね。大砲ですよ。いや、まあまあすごい人だとは思いますけど、やっていいの？あ、ダメ。一応選手で行くと、うん、誰だろうな、安藤沢上あたりはなんか持ってそうな気するんですけど、期待したいです。では続いてこちらです。後半戦ここから攻撃のキーマンになる選手、誰かと思いますか？ちょっと千秋さん的におすすめの攻撃の選手よろしくお願いします。まあ児玉レオとかね、やっぱすごいやっぱ走れるし、あんまり相模湾になかったその突破力というか、まあ、そういうものはやっぱ持ってると思うんで、違う変化としてやっぱ期待したいなっていうのと、見た目によらずやっぱ技術もしっかりしてる。見た目によらずってちょっと偏見かもしれない。そうですね、だいぶとそうは見えないですよ。あ、そうですね。では続いては千秋アンバサダーへの質問も届いておりますので、お聞きください。千秋選手、よく選手の練習参加してますけど、本当は現役に戻りたいんじゃないですか？いやもう無理ですね。走るのが苦痛ですからね。
苦痛って言っちゃうんですね。すごいな、やっぱアスリートってすごいなって今思わされてます。おお。ではこちらの質問です。アンバサダーになってどんな生活を送ってるのかちょっと知りたいです。地味な感じですね。とりあえず迷ったら元気よく行こうっていう。勢いでね。そう、あ、まあよく言えば悪く言えばそうですね。悪くないですか、ね、心配になったらテンション上げるしかない。はい、ありがとうございます。質問の方ね、以上なんですけど、おどうでした、聞いてみて。いや緊張しました。いや絶対嘘で質問ありすぎて緊張しますね、やっぱり。でも今日は藤本選手いたんで、はいはい、まあ子供たちにとってもいい答えができたんじゃないかなと。そうですね、具体的なあのアドバイスとかがあったので。そうそうそう、本日はありがとうございました。ます、またよろしくお願いします。お願いします。引き続き竹重選手、牧選手のインタビューです。ここからはお二人のプライベートに迫りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、オフの日の過ごし方は何でしょうか。自分寮入ってるんで、それこそ寮の人とゲームしたりとか。それは何のゲームでしょうか。スイッチのモーテツ。おお、今めっちゃ流行ってますよね。はい。ちなみにどの選手とされてるんですか。最近だったら梅鉢選手とか、あの新加入の児玉、はいはいはい、選手とかとやってます。おお、楽しそうですね。楽しいです。誰が強いとかあるんですか。あの、言いたくないですけど梅鉢。わあ、言いたくないですね、それは。分かってくれました。強いからなんていうのところ。強いんです。悔しい。悔しい。確かに悔しそうです。竹重選手はオフの日どうされてますか。ほぼ家族と子供と遊ぶとかが多いですか。うん、お子さんおいくつですか。4歳と。今年2歳です。ちっちゃいよ、2人とも。サッカーとかするんですか。あ、上の子はあの相模原のスクールに入ってちょっとやってます。では、今年挑戦したいことや、こんなことに挑戦中みたいなのってありますか。挑戦したいことでいいのか。したいことですね。腹筋割りたいです。あ、割りたい。無理で。ちょっと割りたいですね。見せるのはちょっと出し NG な。じゃあビフォーアフター。はい、ちょっとビフォアの方見せてほしいな。こう見せとけばあれですね、やらなきゃいけないって感じ。大丈夫かな。いいんですか。汚い。お綺麗、お肌が綺麗。毛が入ってあ、綺麗。やばお前。綺麗ですけど、やっぱ割るにはまあまあ時間がかかりそうな。じゃあ、すごく綺麗です。壊れてない。またじゃあ、アフターも見ていいですか、今度。わかりました。はい。ありがとうございます。腹筋を割りたいという牧選手のために、竹重選手が牧選手の誕生日にあるプレゼントをしたそうですよ。綺麗にやられてます。あげてるんですか。逆になんかごめんなさい、ここで開封いいんですか。いいですよ、まだ開けてないんですけど。あ、じゃあちょっと見たいです。すいません、なんかごめんなさい、初開封。一回見た人か。いや、見てない、見てない。おお、これ見えます。見えます。すごい、腹筋ってちゃんと書いてます。はい。じゃあもうバキバキに割れるんじゃないですか、それ使ったら。いや、多分ほんとこれを毎日やって割りたいと思います。楽しみです。ではおすすめの愛用グッズや大切にしているものとか何かありますか。愛用グッズってほどでもないですけど、なんかあのテニスボールをなんかこう2個くっつけたんですよ。ストレッチの、はい、ボールをなんかこうテーピングでこう固めてもらってるやつがあるんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ地味なんですけど、それくらいですか。
いやいや、いいですね。それストレッチとかで使うってことですか？そうです。なんか背中の下に敷いて、ゴリゴリしたり。今日乱入者多くないですか？千鳥千鳥皆さん。ちょっと、カタツ選手、ちょっと。ごめんなさい。いや、ごめんなさいじゃなくて、分かってたでしょ？回ってました。え、もう、バッチリ回ってます。距離を取ります。受け込まないでください。え、ちょっと気になる、全然気になる。乱入多いな。あとみんなに聞いてることなんですけど、ちょっと好きな女性のタイプをお聞きしてよろしいですか？いやー、まあ僕は笑顔が素敵な人ですかね。なんか急にかっこつけてらっしゃいますけど。笑顔素敵です。ありがとうございます。素敵だ。惚れちゃうな、これ。じゃあこれからもっと笑顔多めでお送りしますね。竹重選手は、はい、嫁さんですね。うわぁ、腹立ちますね。さん、どんな方なんですか？完全に尻に敷かれてます。あら、うん、引っ張っていい行くタイプの奥さんなんですね。最後にお二人から相模スタへメッセージです。そうですね、まあ今順位はまあ最下位っていうところなんですけど、まあ本当これからどんどん勝って、皆さんと一緒に喜べるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ここからね、真の力になれるように頑張ります。では本日、竹重選手、牧選手、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回は竹重選手、牧選手にインタビューをしました。お二人がね、結構お茶目なんだなということが伝わりましたし、ゴールキーパー同士みんな仲いいんですね。そして教えて千秋アンバサダーのコーナーではね、もうほとんど教えて藤本選手みたいなコーナーになってましたけどもね、結構ね参考になる答えばっかりで、すごい聞いてよかったなと思います。それでは今月のフォルツァホットワードは、腹筋。腹筋割りたい、こちらですね。うん、なんかぜひ竹重選手にいただいたローラーを使って、牧選手にはお腹バキバキにしてもらいたいと思います。はい、今後楽しみでございます。はい、本日もありがとうございました。今後ね、大事な試合どんどん続きますけども、私たちもね応援したいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。